デロン・マイケル・ウィリアムズは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、パーカーズバーグ出身のバスケットボール選手。NBA のユタジャズ、ブルックリン・ネッツなどに所属していた。身長191センチメートル、体重99キログラム、靴のサイズ31.0センチメートル。ポジションは PG。母子家庭で育ったウィリアムズは、10歳の頃に、ダラスへ引っ越すと、そこで、 本格的にバスケットボールを始めた。高校は名門校であるコロニー高校に進学2年生から先発に定着し、17得点、6リバウンド8.4アシストの成績を残し、チームの勝率も9割を超えた。大学はイリノイ大学へ進学。1年生の時、32試合中30試合で先発出場を果たし、即戦力として活躍。 早くもビッグ10カンファレンスの平均アシストランキングで上位に名を連ねた。2年生になると平均得点が上昇し、よりオフェンシブなスタイルになった。おのずとアシスト数も増え、平均6にアシストを記録し、カンファレンスのファーストチームに選出された。チームはウィリアムズに加え、ディ・ブラウン、ルーサーヘッドの強力なバックコート陣に支えられ、全国でも有数の競合へ成長し、 ウィリアムズが3年生となった2004から0後、シーズンは開幕から29連勝と8区の勢いで勝ち続けた。チームは NCWA トーナメントも勝ち抜き、決勝戦に進出したが、ノースカロライナ大学に敗れ、惜しくも優勝は叶わなかった。この年の活躍によって、ジョン・ウ、伝承などを獲得している。4年生には進学せずに、アーリーエントリーによって、 n b a 入りを表明。2005年の NBA ドラフトにおいて、ユタジャズから全体3位指名を受けた。この年のドラフトは、クリス・ポールやレイモンド・フェルトンと将来を嘱望される、優秀な PG が多かったが、ウィリアムズは彼らの中で最も高い順位での指名を受けて、ジャズに迎え入れられた。ユタジャズ1年目の2005から06シーズン、序盤こそベンチからの出場が続いていたが、 11月15日のフェニックスサンズ戦に初先発を果たした。1月と2月には再びベンチ出場が目立ったものの、シーズン終盤には先発に定着した。この年は80試合に出場し、平均10.8得点、4.5アシストを記録し、オールルーキーファーストチームに選出された。2年目の06から07シーズンはウィリアムズにとっても、 ジャズにとっても大きな飛躍のシーズンとなった。ウィリアムズ自身は16.2得点9.3アシストの成績で、アシストランキングではリーグ2位に名を連ねた。ウィリアムズと怪我から復帰したカルロス・ブーザーは、ジャズの往年の名コンビ、ジョン・ストックトンとカール・マローンに重ねられるようになり、チームは快進撃を遂げ、51勝31敗の成績で4年ぶりにプレーオフに進出。 プレイオフでもカンファレンスファイナルまで勝ち進んだ。07から08シーズンはさらなる飛躍を果たし、18.8得点10.5アシスト、FG 成功率50.7%を記録。オール NBA セカンドチームに初選出されたほか、10.5アシストはリーグ3位となり、この年のアシスト王に輝いたライバルで、同期のクリス・ポールと共に、 ポイントガードにおける新旧の世代交代を印象づけた。チームも勝率を伸ばして54勝28敗の成績でプレーオフに進んだが、カンファレンス準決勝でこのシーズンの優勝チームであるロサンゼルスレイカーズの前に敗れている。オフにはアメリカ代表として北京オリンピックに出場。ポイントガードの他シューティングガードとしてもプレーし、その万能性を発揮した上で、 アメリカの金メダル獲得に貢献した。ここまで順調にキャリアを積み重ねてきたウィリアムズだったが08から09シーズンは試練の年となった。ウィリアムズ自身は足首の捻挫によりシーズン序盤の13試合を欠場し、さらに相棒のブーザーやアンドレイ・キリレンコらも相次いで故障に見舞われ、ジャズはシーズンを通して常に戦力不足となっていた。 その中でウィリアムズは、奮闘を見せ、シーズン中盤にはチームを12連勝に導くなどし、自身は19.0得点10.4アシストと、前年を上回る成績を残した。09から10シーズンには、オールスターゲームに初出場。翌10から11シーズンもオールスターに出場したが、ジャズを長年にわたって指揮してきたジェリースローン。 HC とハーフタイム中に口論するなど確執が強まり、HC が突然辞任した要因になったとも報じられた。ニュージャージーネッツ2011年2月23日、ジャズがウィリアムズとの高額な契約を結ぶのは困難と判断し、ニュージャージーネッツにトレードで放出された。ブルックリンネッツ2012年7月11日、 新生ブルックリンネッツと5年9870万ドルで再契約した。しかし、それ以降は不審に陥り、2015年7月10日にネッツとバイアウトで合意し、ウェーブされた。ダラスマーベリックスクリアウェーバーとなり、7月14日、ダラスマーベリックスと2年1000万ドルで契約。 2度の延長戦にも連れ込んだ2016年1月5日のサクラメントキングス戦では114から116で迎えた延長第2クォーター残り数秒の場面から騎士改正の逆転ブザービーター3ポイントシュートを決めた。クリーブランドキャバリアーズ2017年2月27日、クリーブランドキャバリアーズとシーズン終了までの契約で加入。 2017年の NBA ファイナルでは、突然のゼフ不調に陥ってしまい、チームも1から4で敗退した。PG としては大柄であり、191センチメートル99キログラムの体育を有する。リーダーシップ、パス能力、ピックロールをはじめとする、コンビネーションプレーなど、PG に必要とされる能力をすべて持ち合わせた選手とされる。ありがとうございます。